こんにちは、ゆるっと商品紹介。今回はこちら、まあ、テーブルランプですね。ちょっと変わった形してるんですけど、こちらのテーブルランプ、フロス社ですね。イタリアの照明メーカー、フロスの新作のテーブルランプになってます。で、こちらの名前が、ビルボケと言います。で、ビルボケって実はフランスのけん玉を意味してるみたいで、なので、まあ、こういう玉がちょっとあったりとか、日本でいうだからけん玉ですね。こういう玉がついてて筒があるような形が、こちらで、構成されてるという流れになっております。で、まずサイズから見ていきましょう。サイズがですね、ちょっと実際持ってみるとですね、まあ、手のひらサイズぐらい、まあ、携帯スマホサイズぐらいですかね、ぐらいのサイズにはなっております。なので意外とこうコンパクトっていう感じではあるんですけど、実はこれ重量は、まあ、こう見えて 1.8 キロあります。なので意外としっかりしているので、こういうところに置いててもそんなこう不安定な感じにはならないような形になってます。はい、じゃあ次にちょっと実際質感を見ていきたいと思うんですけど、こちら本体の部分ですね、この色がついている部分に関して言うと、樹脂でできているものになるので、まあ、マットな感じに仕上がってます。で、ちょっとね、分かりにくいと思うんですけど、表面がね、実はこれリブがついてて、まあ、筋みたいな形になってるよう状態になってます。これ今ちょっと組み立ってる状態にはなるんですけど、まあ、実際はですね、こういう鉄の玉がここについてるような状態です。なのでこちらがですね、結構重量があるっていうような形になってるかなと思います。じゃあこちらのテーブルランプなんですけれど、まあ、実際どういうふうに光って、じゃあどういう使い方ができるかっていうところをちょっと見ていきましょう。で、こちらのテーブルランプなんですけど、実はすごい面白い作りをしててですね、こちらですね、ここがなんと外れます。実はこの裏が磁石になっててですね、この鉄の球体にくっつくような仕掛けになっております。なので、実はもうこういう形で、まあ、どこにでも動くというんですかね、動いて止まるという仕組みになってるんですね。なので、まあ、真横まで向けることができて、実際、まあ、だから光としては真上を照らすこともできます。で、さらに、まあ、もちろん真横に光を向けることもできますし、もう極端な話ですね、こう下まで向けることができるような照明器具になっております。なのでいろんなこう使い方ができるんじゃないかな。アッパーライトとしても使えますし、まあ、普通にこういろいろちょっとスポット的な形で照らすっていうこともできるのかなというところです。で、あとさらによくできているのが、こちらですね、コード、まあ、実際スイッチはここ、中間コードのスイッチがついてるんですけど、ここで、まあ、切り切りをするような形になっております。で、コードもですね、こちら本体と同じ色味で、設計されてますので、すごくなんか、コードも含めたデザインっていうんですかね、馴染んでるような感じになってるので、まあ、そこは置いた時にすごく見え方としてもすごい綺麗だなというふうに思います。で、今回ちょっとこれ2個並べてますけれど、こちらがリネンというちょっとベージュっぽい色味になってます。で、奥のところですね、これはこのタイプですね、こちらの色味がセージという色味になっております。ちょっとくすみっぽい色味ですね、グリーンの中でもくすみっぽい色味になっているので、なんかこうインテリアにもすごく合いそうな色味になってるんじゃないかなと思います。ビルボケのこちらテーブルランプなんですけど、届いた時にはこういった状態で届いております。なので、全てこうちょっと組み立て、まあ簡単なんですけど、組み立てして、形になるっていうところですね。なのでちょっと実際組み立てていきたいと思います。で、先ほど見てもらったこの玉ですね、玉 と、これが本体になります。で、なので本体にこの玉がこうくるくると回って、取り付けられるような状態になっております。全部ばらせれるっていうのすごいなというところですね。で、さらに上の部分ですね、こういった形になっております。で、電球ですけれども、こちらの電球ですね、まあ、LED 電球にはなりますけれど、ちょっと特殊なこうハロゲンのランプになっておりますね。で、通常スポットライトとかで使われるような電球が使われております。で、この中ですね、ここは磁石になってるんですけど、これを少し押しながら、出してあげると出てくるので、そこにこう電球を取り付けてあげる感じです。
でさらにこれをまた戻してあげるという感じですね。こんな感じです。で、こちらですね、これでもう完成ですね。であとはこういう形でくっつくと流れになっております。こんな状態です。はい、こちらビルボケですが、8月の1日、まあ、新作で発売されてきました。で、一部の店舗での先行発売になっておりますが、コネクトでも先行発売の方をさせていただいております。あと実物もですね、岡山の天満屋プレミアムリビングギャラリー by コネクトにて展示の方もしておりますので、実際に見ていただくことも可能になっております。また気になる方は、オンラインサイトなんかからでもお問い合わせいただけたらいいかなと思ってます。よろしくお願いします。